はい、ということで新キャラクター攻略、はい、はい、続いて2人目、カプコン側のストライダー飛竜と、はい、これもアクションゲームからの参戦ですね。そうですね、はい、レッドアリーマに続いて僕が今回こちらのキャラクターを担当したんですけども、はい、まあ、マブカプ2の頃にはねいたんですけども、上位キャラクターだったという話は聞いてますね、はい、まあ、マブカプ3になってなぜかいなくなってしまって、はい、世界中から、そうですね、ね、飛竜はどこだと、はい、アルティメット復活と、まさかのね、アルティメットで満を持して登場ですから、はい、実際にキャラクターどうなってるのか見てみましょうか。はい、はい、このストライダー飛竜どういうキャラクターなんでしょうか。ですね、体力が、まあ、ちょっと少ないんですよね、はい、75万になってまして、ただまあその代わり、本当に高機動力を誇るキャラクターになってまして、はい、このゲームにしては珍しくステップに対して打撃を振った時に感性がついて、はい、前に移動しながら攻撃できる、攻撃できるんですよ、はい、でかつワープを持ってやると、はい、いうキャラクター、空中ダッシュもないのにかなり高機動、そうなんですよね、なのでまあハイスタンダードキャラクターといって差し支えないんじゃないかなと、はい、かなり気持ちいいキャラクターなんじゃないか、面白いですね、はい、はい、じゃ実際必殺技見てみましょうか。はい、はい、ここからは必殺技紹介というチャプターに行こうと思うんです、はい、そうですね、まあ、これあのマブカプ2の頃からあったような技もちらほら見受けられるんですけれども、はい、三様にブラッシュアップされてると、かなりでも本当にうまく、はい、あのブラッシュアップされてるんじゃないかなと思いますね、はい、まあ見ていってもらいましょうか。 まず一つ目なんですけど、まあ、雨の村雲、村雲ですね、はい、これも昔からある技なんですけれども、はい、今回はこれ相手をバウンド誘発させるようになってまして、はい、この後にもちろん追撃ができるというような話になって、はい、で L 版が一番発生が早いけど移動距離が短い、まあ、移動距離が短いで H 版が一番長いけど発生が遅い、そうですね、比例して、はい、性能が変わっていくというような、はい、H 版はガードされても隙が少ないので、はい、まあ、通常の好きなフォローみたいな感じでも使えたりしますね、はいはい、次が空中専用技のエクスカリバーですね。はい、これは攻撃判定をまといながら、飛竜が移動するっていう必殺技なんですけども、はい、L で出すと下、はいはいはい、M で出すと横、ほう、で H で出すと上と、上と、はい、ボタンによって軌道が異なると、異なります、はい、で L に関しては、まあ、下なんですけども、はい、残念ながら中段ではございません、はい、低空で出すのはちょっと強そうに見えます、ね、そうなんですけどね、ただまあ見かけによらずですね、ヒットストップ長いので、はい、当たってから追撃とかというのがすごくやりやすいんですよ、はい、こういうね、ジャンプ H を空振ってからキャンして出すと、これ空中ヒットしてても追撃できると、できます、まあコンボでもね、使いやすい、こんな感じで、エリアの中にも踏み込めると、はい、はい、次は壁張り付くと、はい、もうこれは4ネジのごとく壁に張り付くんですけどもまんまです、ね、まあ、相手の、背後の壁に対して、はい、飛竜が飛びつくような形でして、で、はい、この張り付き中には L、M、H、はい、それぞれのボタンで打撃が出せます、はい、今のが L ですね、はい、で M は真横にサイファー攻撃、はい、H は飛び蹴り、飛び蹴り、この飛び蹴りは空中ヒットだとバウンドしますので、かなり期待値高いですね、はい、かなり崩しで強そうですね、はい、で張り付き中に S を押すと逆側、はい、でレバーを前に倒すと、はい、壁張り付き自体をキャンセルできます、着地ですね、はい、次がグラムと、はい、これはまあ、サイファーをですね横に切りつける技なんですけれども、はい、L が、相手がハードダウン、はい、ですね、で、M が、壁やられ、はい、H も壁やられ、ね、H も壁やられ、ただ H がですねかなりリーチ長くなってるんですよね、はい、なので画面、まあ、端から端までくらい届くんじゃないかな、かなり牽制として強いんじゃないですか、はい、で、まあ、空中でももちろん出せる、出せますね、で、まあ、エリアルとかもこれで締めてハードダウン取ったりとかっていうのは強いんじゃないですかね、はい、でフォーメーション A1、A2、C ですね、はい、それぞれ L で出すとまずこのサーベルタイガーが出てきます、はい、で M で出した場合次にこの鷹ですね、空中に鷹が飛ぶと、はい、飛んでくると、で、H で出した場合だとこの鷹がプレゼント、はい、爆弾を持ってきます、ね、でこの爆弾には一応弾追い打ちの判定がついてますんでね、はい、うまく使えばいいんじゃないかなと思いますね、はい、フォーメーション B と、はい、これがですね厳密にはフォーメーション B とフォーメーション B シュートっていう2つの技がありまして、はい、フォーメーション B で設置、はい、シュートで発射と、はい、2工程踏まえての必殺技になるんですけれども、はい、この技に関しては弾追い打ちの判定もついてまして、はい、かつ各種必殺技のモーションをフォーメーション B シュートでキャンセルできるという、はい、かなりいろんな局面で使える必殺技ですね、はい、で次がバジラと、はい、これはですねもうワープ技になってまして、はい、で軌道がですね3つあるんですよ、はい、L がまず相手の前、はい、で次に M が相手の背後と、はい、
でこれまあ L と M がねほぼモーション一緒なんでかなり強力なんじゃないかなと思うんですけど、表裏の一角に使えと言わんばかりの技ですね、はい、で次が H、 これがあのもうセットですね、ここの蹴りまでがセットになる、はい、空中の相手に当たるとハードダウンするんですよね、これは。はい、次はハイパーコンボのレギオンですね。そうですね、これあのもう飛竜はあのハイパーコンボワンゲージ技実はこれしかないので、そうですねで、まあ、かつこれが実はあの連打対応技っていう形になってますので、はい、連打で1つ、まあ、連打で1つ動かしますね。でダウン追い打ちの判定がついてますので、はい、エリアルからの、まあ、ダメージアップだとか、まあ、今のみたいな形で L グラムから、はい、追撃してダメージを測ったりとかっていうのが主な使い方になってくるんじゃないかなと。そうですね、隙も少ないんでね、はい、削りにも使えますからね。そうですね、はい、1つ目のレベル3ハイパーコンボのウロボロスですね。はい、レベル32つありますんでね。で、まあ、これは昔からおなじみのウロボロスですね、はい、キノコ型ロボットを周りに回転させながら、はい、でこれボタンを押すごとにそのオプションの方から、はい、ビットが出てくるような形ですね。ですので、まあ、これもうファクター使ってね、はい、もうこれもまたぐちゃぐちゃ系の、あ、もうダーク飛竜がね、はい、そこで出てくるんじゃないかなと思うんですけど、ダーク飛竜ライジング、ダーク飛竜ライジングという感じで、はい、まあ、大体約7秒間ぐらいですかね、はい、この効果時間に関しては、まあ、これは、まあ、バジラと組み合わせて崩すのが、まあ、そうですね、ベターかなと思います。必殺技はこれで最後ですね、はい、レベル3ハイパーコンボラグナロク、はい、2つ目のレベル3ですね。これはあの打撃技というか、まあ、ロック技になってまして、相手に当たると、まあ、特殊演出に移行して、はい、一定のダメージが入ると、はい、かなりダメージが高い。そうですね、これも、フォーメーション B からこれ入れるだけでかなり減りますから、はい、はい、以上がストライダー飛竜の必殺技ですね。はい、まあ、おそらく使っていくことになるであろう必殺技っていうのはフォーメーション B じゃないかなと思いますね。あ、そうですね、まあ、B をつけつつある程度時間動き回せますんで、はい、あれをつけた状態で各種必殺技をフォーメーション B シュートでフォローしつつ始まるっていうのが一応今後の理想なんじゃないかなと思います ね、はい、そうですね。じゃあアシストの方でも見ていってもらいましょうか。そうですね、はい、まあ、アシストアルファですね、はい、これは一つ目、雨の村雲、はい、まあ、必殺技の、雨の村雲をアシストが出してくれるっていう形ですね、はい、M 版と同じくらいですね。そうですね、なので、まあ、バウンドですからもちろん追撃が可能というような形ですね。はい、はい、次はベータのグラムですね。はい、まあ、これも飛竜で、必殺技であるグラムを出してくれるような形になるんですけども、はい、これも M 版グラムなんで、そうですね、壁バウンドしますね。壁バウンドですね、まあ、レーザータイプみたいに使えるんじゃないですか、これは。はい、あの置いといて、当たっていればこの壁バウンドから追撃というような形ですね。最後はガンマのバジュラですね。はい、これも、バジュラの、性能なんですけれども、ハイパーバジュラ、ね、H 版の、はい、バジュラになります。でこれ空中で当たるとハードダウン、はい、さらに相手をサーチする。そうですね、これ結構とんでもない強さですね。これかなりあの高度制限がないですから、はい、あの相手がスーパージャンプしてたとしてもこれ当たっちゃうとハードダウンっていうね、はい、かなり強力なアシストになると思います ね、はい、ね、まあ、この3つがアシストという。そうですね、まあ、とりあえず何を選んでおけばいいんでしょうかね、まあ、説明からも分かるようにガンマですね。まあガンマ対応しててもかなり強いですからね。間違いないですね、あれ、まあ、特に自分のキャラがハードダウンから拾える、まあ、ダウン引き起こしの技を持ってると、はい、相性がかなりいいんじゃないかなと思いますね、はい、では次は連続技の方をいきましょう、紹介していきましょう。はい、一つ目はスタンダード、はい、これは本当にスタンダードですね、小足から始動してエクスカリバーでエリアル中に拾って、はい、かつここでフォーメーション、フォーメーション B に拾い直すと、はい、ここまでが、基本コンボだと思いますね、はい、次は二つ目ですね、はい、これはもうフォーメーション B があらかじめついている状態限定ではあるんですけど、はい、これかっこいいんですよ、壁張り付きを使って、壁張り付きからグラム入れてレギオンと、レギオンでダウン落ちと、はい、まあ、ちゃんとボタン連打しようねって、火力高いですからね、はい、で、はい、空中内からの追撃、空中内からですね、これも、まあ、あのフォーメーション B 設置しなくても、間に合うんですね、はい、フォーメーション B シュートで追撃と。そうですね、でダメージアップしたいならフォーメーション B からラグナロコを、はい、ラグナロコ入れて、火力アップと、はい、で最後が応用コンボ、はい、はい、ってみましょうか。これはまあアシスト絡めたものになるんですけど、はい、バジュラで裏回りしてからの拾いでコンボ、おでラグナロク、これ結構取るの苦労したんですよね。マジですか、はい、まあ難しそうですね、結構難しかったですけど、まあワープからの拾いが肝ですね、かなり、はい、
はい、以上が連続技ですね。はい、ジャンプハイがねかなり強いキャラクターなんで、はい、まあ、空中投げ決めること自体が多分多いと思いますから、空中投げからのコンボはちょっと練習しておいた方がいいんじゃないかなと。そうですね、思いますね。で次は応用テクニックを見ていってもらいましょうか。実践的なテクニックですね。はい、一つ目はアシストとワープを組む。はい、まあ、これ先週の講座でも紹介している連携なんですけども、はい、まあ、マーブルバースキャップコンスリーは本当に基本中の基本の崩しなんですけど、はい、すね、まあ、この飛竜の強いところっていうのはバジラが性能2つありますから、そうですね、距離が使い分けて距離を使い分けられると、いうところですね、はい、まあ、基本的にはあれですよね、 M と同時にアシストをしてバジラを、入れ込んじゃうっていうことですね、はい、まあ、もちろん追撃も決まると、はい、まあ、この連続技までセットで練習してほしいですね。そうですね。はい、次は2段ジャンプを利用したテクニックですね。そうですね、まあ、ストライダーヒルの2段ジャンプに関してはかなり特殊になってまして、はい、他のキャラと比べても浮きが低いんですよ、はい、なので普通のジャンプをした時よりも、はい、高速で2段ジャンプすることによって逆にですね、ジャンプが低くなるとジャンプを低くすることができるんですよ、はい、でこの低いジャンプからジャンプ H を出すことで中段になると。そうなんですよね、はい、なのでそのジャンプ H の後は、ジャンプ S まで入れ込んじゃうとかなり度安定で追撃いけますから、はい、まあ、高速中段はこれでいけるんじゃないかなと思います ね、 ですね、かなり強いですね。次がウロボロス使ってテクニックですね。そうですね、これがねもうめちゃくちゃにしてやろうっていう。そうですね、まあ、至極単純ですからね、もう本当にレベル3ファクターと、ウロボロスを組み合わせて、はい、相手にも近寄って、はい、もうめちゃめちゃにしてやろうと、ワープもうレバガチャのレベルですからね、操作が。まあ、逆にね、あれボタンを押すとビットから弾出ちゃうんで、ちょっとコンボするのはかなり難しいんですけど。そうですね、連続ガードにもなってちょっとワープでも崩しにくくなりますからね、適度にボタンを押すのが大事なんじゃないでしょうか、はい、ということでここまでが、ストライダー飛竜の、はい、攻略になりますね。まあ、実際のところ僕も触ってみたところかなり、はい、強いんじゃないかと、強いんじゃないかなと思いますね、はい、そうですね、かなり機動力が高く、飛び道具対策もあって、なんかかなり万能な戦いができるんじゃないかと、ね、はい、まあ、マブカブ2とはかなり違った仕上がりになってるとは思うんですけど、はい、まあ、これはこれで面白みのあるキャラクターになってるんじゃないかなと。マブカブ3向きになってますよね、はい、それでまあぜひね、原作ファンの方も一度手に取ってね、はい、お試しいただければなと。そうですね、